でもうちょっと早く言ってくれなかったの。いや、もう全然言い出せなかった。じゃあこのお金の後始末どうするの？はい、こんにちは、あっくんです。今日は青木香音にドッキリを仕掛けたいと思います。題して、青木香音の活動資金横領ドッキリ。これからリフレクチャンネルの撮影があるんですけど、まあ、その撮影が終わった後に、ちょっと休憩があるんで、そこでちょっと神妙な感じで活動資金をねちょっと横領してやばいみたいな感じで打ち明けたいと思います。果たして青木香音はどんな反応をするのでしょうか。では、この動画がいいと思った方はチャンネル登録グッドボタンお願いします。お願いします。じゃあまたね、バイバイ。バイバーイ。バイバーイ。ちょっと休憩する。休憩しようか。10分ぐらい、まあ適当に、生配信する後で。ああ、どうしよう、まあ余ったら、うん、だね。どうしたの？いや別にちょっと疲れたなと思って。うまっ。あのさ、なんでしょう、ちょっとまあ話みたいなあるんだけどさ、うん、いや、何の話？まあ俺がさ、うん、あのリフレクションのさ活動資金やりくりしてんじゃん。うん、うん、うん、なんかいつもありがとうございます。いやいやいや、とんでもないです。それをまあ簡単に言うと、うん、使っちゃったんだよね。いくら？まあ、あの資金、まあ、大体24、5万で、やばいじゃん。やばいね。やばいじゃん、うん、だからどうにかしようと思ってさ、俺ほら店やってんじゃん、うん、サウンドナインっていう楽器屋、うん、もうあの金庫番っていうか俺が全部経理やってるから、うん、まあ、どうにかその24、5万を溶かしちゃったからさ、なくしちゃったから、まあ、どうにかしようと思って、うん、それにもまあ手をつけちゃったのね。どういうこと？まあ、要は増やせばいいかと思って。リフレクの活動費を溶かした。まあまあ、うん、うん、で、お店のお金もから持ってこようとしたってこと？そう、まあ増やそうと思って、うん、うん、返せば問題ないじゃん。うん、まあ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 、うん、返せばうちらにバレなかったらね。そう、問題良くないけどね。でまあそれで取り戻そうと思って、うん、した結果まあそれも溶けちゃったんだよね。え、これ、まあ、結構それはでも結構前からなんだよね。最初に手をつけたのがもう2、3ヶ月前とかで、そう、まあそのリフレックチャンネルのだけだったらどうにかできると勝手に思っちゃってて、うん、でまあ増やせばいいかみたいな感じで、うん、もう一勝負かけたんだけど、まあ、全部溶け、結局溶けちゃって。勝負って、うん、まあ パチンコとか結構勝ってんのよ。あのトータルは結構勝ってんだね俺、まあ、それで、うん、絶対勝てるとはずだったんだけどちょっとダメで。え、それさ、うん、だってあの9月ライブあるでしょ。あるね。だって MV も撮影あるでしょ。あるね。どうすんの？どうしようと思って。いやいやいや、え、そもそもそのなんでリフレクのところから使ったの、うん、まあ、パチンコしたくて使った、うん、いやわかんない、ちょっとね、うちあんまり理解できないんだその、うん、てか聞いたことないっていうか、やっぱ活動第一だから、生活より活動ってうちは思ってやってるんで、うんうん、なんか娯楽のためとかにお金基本使わないし、うん、だからちょっとね、え、びっくりしたかな。うん、そうね。だって25万、うん、でお店のいくらは、うん、まあ30万、結局だから全部溶けたから60万ぐらい。じゃあもう大雑把に見るとそのぐらい。やば。え、活動資金の中からお金を使わざる得ないんだったら、うん、分かるって言いたくないけど、でもなんでそのパチンコやりたくて活動資金手出したわけじゃなくて。いや、うーんと、まあ、え、これメンバー聞いたらどういう反応するんだろうね。いや、まだ誰にも、まあ、もちろん言えてないし。いや、うちさ、うん、
リフレクフのバンドをさ、まあ、ちゃんとやりたいから、うん、だからみんな信頼してそうだねやってるのさ、うん、いやもちろんあっくんも、うん、一番しっかりしてるんじゃないのかなってうちのイメージを持ってたんで、うんうん、お金回りとか全部任せたけど、うん、そうだね。いやこれね、おかえり。ジョニーくん。はい。何、この間どうだったのあれ。この間。あのデスソース大丈夫だったの。はい。この通り。あれってさ、死ぬ人いるんだよ。ほんと怖いから。命取りになっちゃう。はい。で、まあ、実際のところも返済期日みたいな。だから、まあ、そうだよね。お店こそ法的に裁かれちゃうよ、このままじゃ。絶対にやばい。で、明日にはどうにか本当はしなきゃいけないんだよね。それはだってうちが出すしかないでしょ、だって25でしょ、うん、いいけど、出すけど、ただ今後あっくんとうち一緒にやれるかなってうち思っちゃった、なんか今こんな感じだと。そうだと思う、うん、もう何もそう、突然すぎてちょっと、パイにも言ってないの。いや、まだ誰にも言ってない。どうすんだって、制作費の方って全部パヤンが管理してんじゃん、そっちの方は。言わないとなとは思うんだけど、パヤンには言った方がいい。いやいや、まだ今じゃない。いやだってもう早い方がいいよ、だってこのままだと多分ズルズルってやばいよ、多分びっくりすると思うよ。いやそうだと、ドン引きすると思う。出ない。出ないね。まあそれはね、まあ後からでも俺からでも言うし。なんでもうちょっと早く言ってくれなかったの。いやもう全然言い出せなかったって。じゃあこのお金の後始末どうするの、うん、もうこれはもう頑張って働いてもう心入れ替えて。いや違う、そのお店のお金もそうだし、うん、だって明日だっけ。うん、明日やばいね、明日ないとやばい。そのお金どうするのっていうことになるじゃん、うん、で、もう一個のそのリフレクのお金どうするのってなるじゃん。なるね。やばいって、危機感なさすぎだって。そうだね、もう本当に申し訳ないとしか言いようがない。これからなんか一緒に頑張って いこうみたいな思いたいだけど、うん、なんか、うん、いやなんかもう体中から力抜けちゃった、どうしよう。まあ、とりあえず、うん、60、うん、あればとりあえず大丈夫。その25だっけ、リフレクのお金、うん、そうだね、それうちが出すよ。で、うん、そのお店のお金はちょっとずつ返してくれればいいや。出すけど、うん、もう二度と。いやもうに絶対に二度とはしない。うちもメンバー一人一人生活変えるぐらいの気持ちで、うん、それじゃないとうち結成した意味ないと思ってるから、うん、だったらサポートミュージシャンでいいじゃん、うん、うちはバンドとしてやりたいから、うんそうだね、みんなで一つのものを作ってで、みんなそれぞれの生活が変わるぐらい、うん、じゃあそのぐらいの責任が自分にあると思ってるから、死ぬ気で頑張って、うん、頑張る、うちも頑張るけど、頑張ります。チームで動いてんだから、うん、ほうれん草を徹底してよ。一人がこういう風になったら周りの人間、だっていろんな人巻き込んじゃうわけじゃん。そうだね。ダメで言わないと、うん、気をつけます。もう一個言わなきゃいけないことがあって、うん、この話さ、ドッキリなんだよね。まあもちろん借金もしてないし、パチンコも しません。気持ち悪い。全部嘘。やばくない？気持ち悪い。びっくりした人。気持ち悪いこいつ。びっくりしたでしょ。騙された。びっくりした。キモ。全部嘘なんだ。撮ってたの？撮ってる。どこかも。全部嘘です。ドッキリだったの今。ドッキリでした。一緒。じゃあこの動画がいいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。バイバイ。バイバイ。
マジで力が抜けた。